皆さんこんにちは、ちかです。今回はトドリックホールのニューアルバムから出ているレインフェラーズのミュージックビデオから、サビの部分で使われている振り付けをレクチャーしていきたいと思います。そうしましたら最初ワイドスタンス、専門用語で2番ポジションパラロの位置に足を、広げておきます。でここからまず右手です。右手を、ぐるっと回して左斜め上に持っていきます。でこの斜め上についた時点で1なので N1 となります。 N で手を動かし始めてください。 N1 でこの時に体重を右から左に少しだけシフトさせます。でしっかり背中がアーチになった状態で1、はい、そしたら体重をもう一度右側に少しだけ戻します。 N で左手が準備、はい、N2 で、左斜め上に、左手も持っていきます。で両方ともしっかりこう手が、手首がこう曲がった状態ですね、はい、曲がった状態でこの空をプッシュするような感じで、左斜め上に持っていきます。ここまでやると N1N2 となります。そしたら3でこの手を開きます、はい、でこの開いた時に、ウェーブを入れます。でウェーブを入れるんですが、ちょっとまあ難しい方はですね、ここから開くだけでもいいと思います。できる方は N1N2N3N4、はい、4まで引っ張ってください。 N1N2N3N4、はい、そしたら次進みます。5で右手、スコップで土を掘るような感じですね。スクープです。スクープで左足から右足に今度また体重を移動させてスクープ、はい、そしたら左手も追いかけていきます。左手を追いかけて6で、手をつかみます。6、そしたらここから回します。回す方向なんですが、この左手の方ですね、左手の方に1回プッシュします。前に押す感じですね。前に押す感じで7、8となります。なのでここから前に1回押して左側に行って後ろ回ってきて右側頭の上に持っていきます。5 6 7 8 1 and 2 3 4 5 6 7 8。ここから少し手が忙しくなります。まず手だけやると、この手をまず下ろしてきて、この手のひらが自分の方向に向くようにします。で1 and でこの手をパタッと、はい、クローズです。 1 and 2でエルボーか引きます。 1 and 2。 そうしましたらここで足も一緒につけていきます。1の段階で今閉じている足を開きます。で1 and でクローズ2。そしたら3、4で、右手は頭、左手が腰です。で3、4と開きます。3、4。この時に足も右、右。膝がターンアウト。で、少しだけです。ほんと少しだけ動くっていう感じです。たくさん動かなくても大丈夫です。で、これを足と手一緒に行くと、3 and 4となります。もう一度いきます。せーの N3 and 4。 そしたらちょっと、ここからつなげていきましょう。この状態から5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4。 そしたら今度5で左手を左上にパンチ5。そしたら N で右で6でこの右手を今度左下にパンチ5 and 6になります。そしたら次、5 and 6 7 8でジャンプになります。左側の足に揃えてジャンプ。この時に、手を頭の後ろに持ってきましょう。5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 7 8。まず足はワイドスタンスで揃えていきます。
6 7 8 1 and 2 3 4 5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 8